この放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王 SS 製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。セレブな食わず嫌いを見せてくれるのでしょう。ご存知デイビッド・ベッカム。今回もお料理の方はお二人の大好物ばかりを揃えさせていただきました。まず宇多田ヒカルさんの大好物はもずく酢、納豆、ブルーチーズ、ハンバーグステーキ、以上の品々。一方デイビッド・ベッカムさんの大好物は焼き鳥盛り合わせ、パエリア、スパニッシュオムレツ、ポトフ、以上の品々。しかしこの中に一品ずつ食わず嫌いの品々が隠されています。互いにそれを探り合ってください。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。なんかスペシャルという感じがすごいスペシャルになりましたね。大変なことになりますね。お二方、ベッカムと宇多田ヒカルですよ。どうします、2人でいくら稼ぐんだって感じですよね。でもこの宇多田ヒカルちゃんがテレビの仕事でこんなに緊張したことがない。ベリーナーバス。それはなんかいつものちょっとテレビとは違いますか。やっぱり今日はなんかミュージシャンとか歌手とか何も関係ないじゃないですか今、何も自信持てるものがないっていうか。いつもの宇多田ヒカルちゃんとやっぱり歌番組とはやっぱり違いますか。違います。違いますね、様子がね。ちょっとナーバスになってるんですよ。宇多田ヒカルちゃんとベッカムさんは、今回こういうテレビ番組。I'm very well, thank you. I'm not nervous, but I'll enjoy it. 大丈夫ですか。焼き鳥、パエリア、スパニッシュオムレツ、ポトフ。どれなんでしょうね、全くわからないですよ。I'm gonna line my ass off today. Yeah, I think I am as well. 宇多田ヒカルちゃんは英語得意ですか。そうですね。いいですね。英語で、英語でいけるんだ。でもイギリス人の食生活とか全然わかんないから、さっぱり見当がつかない。全体こう日本の食事はいかがですか。I love Japanese food, but today obviously the traditional dish for Spain is paella, so that's why I chose paella. はい、日本の食事もとっても好きなんですけども、今日はなんかスペインの伝統的なお料理のパエリアもあったりしますね。今だフェイントだよね。なんかひかるちゃんの方はいかがですか。こうなんですかね、嫌いなもん多いとか、嫌いなものあんまりないんですよ。あんまりない。だけど今日一つはかなり嫌なものがありますか。かなり嫌なものがちょっと本番前に目線でバレることがあるから気をつけてあんまり見ないようにしろって言われて、だからこうやばい話してるときはすごい目線で行こうと思って下目線で行こうと思って下見ないように。そうそう、なんか雰囲気がやっぱり違いますね。いいですよ。じゃあ早速、お土産から。はい、お土産から、ベッカムさんの、えベッカムさんのお土産から。私ですね。 OK。 カバンに入ってる。何あれ、3つの、うわ、No way! あらら、すっげー。 You're giving that to me? Yes. あ、じゃあ、サイン入りの。すごい。いやいや、これはなんかいきなりびっくり。あ、この仕事できてよかった。おー、ノリ、ノリ、ノリ。おー。あ、光る。オッケーオッケー。うわあ。わお。すっげえ。どうしますこれ。これはもう。大事に飾らなきゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ視聴者の方には何のあれだよ。お前らだけ盛り上がってるじゃないかって。すいません、盛り上がっちゃってます。スペシャルなもんで。そして、はい、ひかるちゃんのお土産は。私のはですね、やだ、こんな、なんか豪華な盛り上がったものってすっごい地味なんですけど。亀戸から始まってます。亀戸、佐野味噌の
後引き昆布。梅干し。でもそうそう、すごい高い梅干しとかあるじゃないですか、なんか1個何万とか、そういうのあんま好きじゃなくて、美味しいけど下町っぽい感じの。日本の梅干しなんですが、お土産は梅干しは食べたことありますか？トライしたことある？No. No? It's really sour. こういう感じですよ。あ、なんかこう今流行ってる梅干しの大きさじゃないですね、なんか、ええ、ちっちゃいの小粒、ええ、ちょっとお茶受けぐらいに出せるような。これでそうかな、うわーっとかなるかもしれないよ。 You don't like it, you don't have to eat it. I'll try it. ちょっと食べてみます。食べてみます、トライね。You want me to try? 悪いことした。いやいやいや、 OK。 Very nice. 本当に？本当に？ Very nice. 大丈夫？ OK? Thank you. Yeah. あれ、もういいんです。もういいの？もうお腹いっぱいですね。ちょっといきますか。実にシンプル。あ、チームメイトもみんな食べてみる？トライしてみる？なぁ、いや、これうまいですよ、シンプルで、あの、お塩控えめで、うん、あの、うん、僕なんかは毎食これだけでもいいんだって。あ、very good。 で、食べて、ご飯ね。あ、OK。 Japanese breakfast。 なるほど、ごちそうさまです。宇多田ヒカルちゃんのお土産は亀戸佐野味噌の後引き小梅。お疲れ様でした。じゃあ早速いきますか。早速いきますか。 OK。 ちょっと、okay. 作品はありますよね。 No, I'm not telling anyone. いや、あの、それは誰にも言いません、内緒です。でも、あの、サッカーもそうでしょうけど、こういう勝負ごとで負けることは好きじゃないでしょう。 No, of course not。もちろん負けたくありません。負けたくない。はい、絶対負けたくありません。まあ、そういうフェイントはもう皆さん、あの、こちらのサッカー見ていただければ分かりますように、ええ、左見ながら右蹴ることもできるという、ええ、かなりこうドリブルパス、ええ、精度高いですから、ええ、多分こういうテクニックも多分僕あるんじゃないかなと読んでるんですけどね。バラエティー出る時のフェイントとか、ええ、じゃあものすごい、ええ、あのフリーキックとか蹴ってくるわけですね。ビューンって。どれからいきますか。全然わかんないよ。なんだよこれ。向こうが今言います。まあ、せっかく日本に来てもらったんですから、まずこれからいきますか。うん、いいですか。まず焼き鳥からお願いします。もうデイビッドは何回目？ 3 time、 4 time in Japan。 5 time。 焼き鳥は結構食べてるでしょ。 Yes, of course。 はい、そうですね。当然、あの、サッカー選手として食べることが大切で、鶏肉とかそういうのは一番食べる。 Sometimes I think vegetables are very important. So, you know, we eat a lot of vegetables. でも、まあ、時々食べますけども、あの、野菜の方がやっぱり大事なんで、野菜をたくさん食べるようにしてます。野菜、ベジタブル中心に食べてるんですか？ Yes。 何の盛り合わせそれ？レバー、皮、もも肉。 Which do you like the most? Probably this。 多分この3つの中では一番、あの、こちらのが一番好きです。じゃあ、じゃあね、少しずつ食べて、ちょっとずつ食べて。あれ、皮からいきましたよ。あれ、あれ、おかしいじゃないね。レバーが好きだって皮から行きましたよ。It's very good。 美味しいです。みんな一つでレバー、ちょこっとです。一番好きだって言った割にはなんか。なんで笑ってるの？It's very good。 美味しいです。デイビッドはお酒は飲むんですか？I like a glass of red wine, but, but I'm not a big drinker, so not a lot. まあ、赤ワインも少し飲むぐらいで、それほどはたくさんお酒は飲まないです。あの、レアル軍団で、今日いっぱいやるかなんつって、どこ行くんべかなみたいな。行こうぜ、ジダンみたいなことないですか？
No, sometimes we go out with the players, we go out with the team, and we go for dinner, and but that's about it. We're not really a big drinking team, so.あのチームであのみんなで食事に行ったりはしますけども、あのお酒をたくさん飲んだりってことはあまりしないです。ないんですか。いいね、もう一軒付き合えよとかないんだ ね、 ないよね。今日勝ったから一杯やろうぜとかね。もう少し皮食べてもらいますね。唯一スポーツ選手皮食べない気がするんですよ。拒否してる、拒否してる。もうお腹いっぱいだから嫌だとか言ってる。それが今回の契約条件なんか入ってないって言ってたそういうコーナーなんだよ。皮食べないでしょスポーツ選手。No, no, no. Sometimes we do, but before a game we never eat the skin. So, and we've got a game tomorrow. So. いや皮食べますけども、あの試合の前は食べないようにしてるんですね。試合の前はね。すごい恥ずかしそうな。いやいや。皮の部分が食べないよ。すごい目が目がこういう感じですけど食べないよって。Maybe。そうでした。じゃあのレアルの食堂なんて結構皮だらけ。まあ、あの焼き鳥やら寿司やら天ぷらやらいろいろ揃ったぐらいあると思います。だってチームメイトがゲラゲラ笑ってんですよ。じゃあビンゴじゃないの。ビンゴじゃないの。いやいや多分みんな知らないと思いますよ。あの嫌いなものね。じゃあ分かりました。あんまり食べさせちゃって怒っちゃうと困るんで、じゃあ、はい、はい、もう一回です。じゃあその待遇続いて、ね、ひかりちゃんに食べてもらいますが、これちなみにここにあるのは全部食べたことありますか、ベッカムは。このもずく酢とか納豆とか。You've had this too? Yeah, I've had that. No. もずくはないですね、もずく酢はないです。You've had 納豆? No. 納豆もないですね。納豆美味しいのに。納豆で辛いね。緊張する。言ってみてください。The blue cheese. あ、ブルーチーズ。イエーイ、ブルーチーズ。彼女いくつに見えますか？21? Oh my god, you got it right! 日本でナンバーワンのシンガーですね。Yeah, I know. 今日はベッカムさんのために、本当普段やんないんですけど、ピンチポでアカペラで歌ってくれる。やんないよ、やんないよ。のためだけにっつって俺が聞きたいんだけど。じゃあブリッジーズ食べてもらって。これは箸じゃないの、フォークか。ね、それこそデイビッドが好きな赤ワインとかにはね。ジャジャンはワインも好きですか、飲みますか。Yeah, I like red wine. Me too. その時にこうチーズはブルーチーズは横にあったり。うん。本当ですか。ちょっと匂いがきついですからねこれ。あ、でも納豆だってそこに言う人いるけど。美味しいじゃん。もうだってあれですよ、いよいよ全米でデビューですからね。ね、うん、10月にアメリカで出ますね。あ、グッドラック。 Thank you。 頑張ってください。言ってますけどもすごいことですよね。あ、もうなんかそれこそニューヨークのいいレストランで、うん、ね、こうワインでも飲みながら、うん、ブルーチーズがね。お酒なんでも大丈夫ですか？結構なんでも。ビール好きじゃないけど。なんか強そうじゃないですか。うん、強そう。お酒強そうですよね。なんでそんなこんな乙女にそんなこと。でもイギリスだと18とかから OK だから飲酒。あ、大丈夫なの？ Yes. Yeah. Now the bars open from like 1 o'clock in the afternoon. Yeah. おー、かっけー。かっけーよ。がっかりだな。チーズいかがですか、なんか聞くことあれば。Is the blue cheese good? Yeah, it's very good. Blue cheese is good. You want some more? Okay. もう少し食べてください。デビッドは食べないくせに随分進む。You wouldn't eat it when we asked you to eat it. It's not my turn. 自分の番じゃないんで。そういう性格なんだね。なんかそ買いに行ったりもするんですか、やっぱりチーズ、ブルーチーズとか自分でチーズいろいろ選んで、う
そのぐらいチーズ好きですか。チーズ全般好き。買いに行っても量が多いから、なんか盛り合わせとかがあったら頼んだり。でもブルーチーズはちょっと匂いきついんで外したい。いやいやいや、ブルーチーズ大丈夫って聞かれると、うん、あどうぞそれも盛り付けてください。どうですか、ブルーチーズ OK？ OK？ You happy？ Yes。 じゃあ行きますよ。ほうほう、はいはい、なんせアウェーですからね、ここは僕らのホームですから。Okay? Yes。 行きます。どれ行きますか。じゃあパエリアを。パエリア。いや僕ねマドリッド何回か行ったことあるんですよ。すっごいうまいですよね。Yes, very good in Madrid. It's a very traditional dish. So is the omelette, and it's very good. そうですね。オムレツもそうですけど、あのスペインの伝統的な料理で本当に美味しいですよね。レアルマドリッドにいてパエリアが嫌いっちゃね。かぶられちゃうね。Yes, mine also English. So. 食えないとなんだ。It's not traditional dish for English. でもあのこれはイギリスの伝統的な料理ではないので、私はイギリス人なので。今ちょっとなんかしようとしてる感じしたよね。今なんかフェイントでしょそれこそ今の。なんかもう10年やってんだよこの番組。そうだすごいね。ベテランよ。まあまあ食べていただきましょう。こんなやはりスペインの料理を。なんかチームメイトが終わるわ。チームメイトが食べたがってるんじゃないの。Mm-hmm. Very good. You like seafood? A little. Try the seafood. Rice portion. Eat the seafood. Rice portion. 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 Rice portion.人じゃあ、奥様はどんな料理が得意なんですか。She cooks a very good lasagna。 あのラザニアですとか、パエリアは作れるんですか奥様。 Yes, she's a very good cook. So、I do most of the cooking at the house, but、when she does cook, she's very good. あのとてもビクトリアは料理が上手なんですけども、うん、家ではあの私も割と料理をするんですね。でもビクトリアが作った料理もすごく美味しいです。え、デビッドが得意な料理なんだ。 Dish that I can cook. I can cook a good Spanish omelette. スパニッシュオムレツは得意ですね。料理なんてできんの。まあそれも軽いちょっとまたぐフェイントみたいな形ですけど、まあ本当に多分料理はできると思いますけども、うん、でもシーフード食べないパエリアなんてね。Yeah, but it's, as I said, it's too early for me to eat. I'll eat some seafood. ちょっと食べてみますけど、あのシーフードにはちょっと朝が早いんですまだ。え、日本のお寿司は食べたことあります？ Have you tried Japanese sushi? Yes, I really like California rolls. California roll. California roll is とっても好きです。I like the sashimi.はい、お刺身も好きです。これは好きそうかななんて顔してますけど、なんか変な言い訳するよね。なんか天然ボケなんだかさ、なんか作戦なのか全然わかんない。 We'll see。 OK? じゃあこれはなんか引っかけ臭いな、なんかね、ちょっとね、これはなんか好きなんだよ多分ね、うん。ニカルちゃん二つ目ですね、はい。あ、ちなみに行く前に料理はあのブッカムさんしますけども、私全然できない。あら、奥様なのに全然。I've never even really tried。 朝はどうしてるのかしら。じゃあ例えば朝、うん、なんか食べない。そ、いや、パンとかこうあるものとか、うんうん、あまり興味がない。だって材料とか家に買って置いておかなきゃいけないんでしょ。まあ、前の日だとか今日の有名人だったらね、夕方行くか。めんどくさい。じゃあ二つ目どう行きましょう。The hamburger steak。 イエーイ、ハンバーグ。
これはもう子供の頃からですか、ハンバーグは。そうですね、なんか日本にいる時に食べられるものの代表って感じ。家でデミグラスソースとか美味しいの作れないじゃないですか、てか、まあ、うちは作んなかったんですよ、親が。だから日本のレストランに行くと、うん、オーダーできるものみたいな。でアメリカだとやっぱハンバーガーで。そうそう、ハンバーガーになっちゃうの、アメリカだと。なんか、うん、ケチャップとかじゃないですね。なんか、うん、でもやっぱバカみたいにでかいじゃないですか。そうで、なんかバカでかいパンとかさ、はい、口そんな開かないよみたいな箸で、あ、箸でね、箸。なんかだってこれなんかお箸って感じしないハンバーグって。僕もそうですけども、熱そうじゃないそれ単独でやっぱ食べられちゃう。うん、どうしても一回ご飯にワンクッション乗っけてドンドンって叩いてからえいって入れるんじゃないですか。あったら食べるかな。うん、そんなご飯好きではない。あ、ご飯好きじゃない、パンのが。うん、ものによる。なんか納豆だったらご飯 OK だけど、うん、これってさ、お子様ランチとか出てくるじゃん、うん、白いご飯じゃないじゃん、お子様ランチって。ケチャップご飯、なんかチャーハンみたいなやつとかさ、うんうん、そうそうそう、旗のやつ、そういうそういうのの方が自然な気がする。でご飯があんま食べない。ちっちゃい頃からご飯あんまりダメ。ちっちゃい頃からおつまみとか大好きなの。ママの味は何ですか。ピーマンの野菜炒めとか肉じゃがとか、うん、すごい目で見るんですよちゃんと調べてんだ。ここディフェンスの時はね、ディフェンスの時はね、うん、僕は取ってあんまりまだ今シーフード食べたくないんだよっていうのに、攻撃の時はオフェンスの時はすごいので見てんですよ。ここはね、中盤から攻めにかけてはやっぱりもうこちら。Is it good? Yes, it's very good. Okay. You like fish or meat? The best. I like both. Okay. ハンバーガーはダメだったりなんかしてね。ハンバーグ。ハンバーガーは好きじゃないのあんまり。え？なんかハンバーガー、ソースが好きなの。なんかハンバーガーとかになるとこう、うん、ケチャップとかなっちゃうじゃない、うん、じゃあアメリカでちょっとボッツってこうなんかガツってアメリカではあんま食べない、うん、でも日本のハンバーグはやっぱり日本の味だから。うん、なんかちっちゃい頃の癖なのかな。洋食屋さんのハンバーグとかそういうのが多分好きなんですよ。このデミグラが好きだったこと。でもうちょっとだけね食べてみますね。そんなハンバーグでね、そっちはさなかなかこう食べてくんないのにさなんていい子なんだろう。いくら売り上げてると思うんですか。すいませんすいませんでした。それはよろしいですか。じゃあ OK No, that's enough. 行きますよ。めちゃくちゃ行きますよ。じゃあこれですね。じゃあスパニッシュオムレツを。本当に作れるの？ Yes. How many eggs would you use to make one omelet like that size? This size? Probably around 2 or 3, maybe more. このサイズのオムレツを作るんだったら、多分卵は2つか3つぐらい使いますね。足りないよ。足りないよ。そんなんじゃ。Yes. サイズぐらいじゃないの ？I've made one this size for my children and used probably 3 eggs.うん、どうぞどうぞ。なんかかけたりケチャップかけたりは全然しないんですか。Sometimes ketchup, but today I'll prefer it natural. ケチャップを使うこともあるんですけども、もう今日はこのまま自然なオムレツを食べたいと思います。なんかこういう人前で食べる番組みたいなってね、どうですか。ひかりちゃんもどうですか。なんか変な感じ。なんかよく皆さん言うんですよ、うん、シーンとしながら自分だけが食べる。It's a little intimidating eating in front of people, but
this is the program, so. まあちょっと人前で食べるのはやっぱり気が引けますけども、まあそういう番組だから仕方ないですね。とにかくそうだ、大変そうだ。スマップスマップでも食べさせられて、この番組でも食べさせられて、日本に来るとどうして物食べる番組ばっかなんだって彼は言ってるらしいです。まあ、じゃあちょっと例えばこれをね、要するにデイビッドはうちで作るっていうことは子供たちが食べるわけでしょ、うん、子供たちの評判はどうですか、うん、やったよパパって感じですか。 They love it. They love, they love my cooking. とっても好きですね。Especially the omelet. 特にオムレツは子供たちの大好物です。 ちなみにちょっとくだらない質問かもしれないですけど、2人はサッカー選手になりたいってさ、どうします？ I would love them to be a footballer, both of them, but if they want to do something else, then of course, you know, I'm a father, so I support them and support them with whatever they do, but I'd love them to be footballers. ぜひサッカー選手になってもらいたいというふうに思ってますけど、でも、うん、やっぱり他に何かやりたいことがあれば、それを父親としてサポートしたいと思ってます。今日うちの子供2人来てるんですけど、今日持ってってもらえませんか？預けたいんですけど、どうせなら一番いい道へ親として。 I could help train them. I said before that I'm going to be opening soccer schools and for young children and boys and girls, so it's very important to me to teach young children football and have the enjoyment that I had at your children's age and my children's age. じゃあ名刺もらえる？ユニフォームとか一つずつぐらいは買った方がいいんだもん。入るとき。Are you opening it up in Japan, England? Yeah, I have one in England, one in London, and one in LA. サッカー教室なんですけども、ロンドンとそれからロサンゼルスで開こうと思ってます。Very hopefully.Hopefully soon as well in Japan. So they've not opened yet, but yeah. はい、でできれば日本でもぜひオープンしたいというふうに思ってます。はい、やっぱそういう子供のじゃあデイビッドがちゃんと教えてくれる。Well, obviously at the moment because you know I'm still playing, my schedule is very tough. So I'll get there when I'll go to soccer schools when I can. But once I've retired, you know, management has never interested me or coaching.But I'd like to go to a soccer school and I'd like to teach children and that's what will make me happy at the end of my career. 違いなくなんですか。すごい人数集まりますよね。サッカーが好きになりますよね。I hope so. I hope so. ぜひたくさん集まっていただければと思いますけど。ああ、なんかスパニッシュオムレツは好きな感じがしましたね。今の話を聞いて、いい話だった。子供のことが大好きなんだなと思いました。本当作ってるんだなと思いました。ではいいですよ、はい、3つ目どうぞ。じゃあ、OK。納豆。納豆。納豆。イエーイ納豆。イエーイ納豆。これはちなみにもう一個用意しておいてもらおうかな。ベッカムに納豆デビューしてもらいたい。だって自分の料理もなかなか食べてくんないのに。食えとか言って。ナリちゃん納豆は好きなの？うん。これもちっちゃい頃からの好きなもの、うん。これアメリカ例えば行ってる時もうわ納豆でご飯食べたいみたいな時どう？ニューヨークにいる時日本食食べたいって思わないんですけど。うんこうまあ、日本に帰ってくると、うん、本当かしら。だって納豆こそってさあれじゃん料理する必要ないから、うん、こう朝ごはんで食べられるじゃん。で完全種は What is the mixture? They're soybeans but they're kind of fermented. They're fermented soybean. Okay. 混ぜるのが楽しいですよね。ね。よいしょ。あら、お豪快に。豪快に。あれね。いや。豪快。なんかとりあえず全部入れちゃった方がいいのかしら。どうなのかしらみたいな。違う。ちょっと。かんちゃん。大丈夫？大丈夫。そっから食べられてますか？食べる。そっから食べる前のイベントあるよね。何？嘘ないな。ごめん
ね。さあ久しぶりに納豆食べてます。ネバネバすごいネバネバ。ネバ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 。しょ。奇妙な食べ物だなと思ってるでしょうね。Yeah, I've never seen this before, so it's interesting to watch. You wanna try? 納豆見るのは初めてなんで、見てるだけで面白いです。そうですよね。ないでしょうね。世界中こういうネバネバしてるものを食べるっていう。Yeah, I think so. I've never seen it before. なんかこうつまんで納豆って食べるんだ、こうなんか こうじゃないかね、こう。Nobody even eats like nothing. Seems like you eat like. テレビで。食べづらいじゃないですか、女の子で。そう。ヘリなんか、そうそう。納豆かき混ぜる前にとか、卵こうちょこっと今日は入れてみようかなみたいなことのアレンジは。卵かけますよ。で糸引いてる。不思議そうな顔してますよ。だこの食べ物はと。醤油ちょっと出してくれる？No. いやベッカム食べたくないんじゃないのこれ。大丈夫でしょ。ちょっと僕なんでお前ら食わすんだよってこう俺が代理人だったら絶対嫌だっていうの。ダメだ、ベッカムにそんなことさせてもらったら困る。今回ね、契約条件入ってないのこれ。ダメダメ。こうね、うわ気持ち悪そうな顔してるもん。なんだよこれって顔しますよ。のなあ、これが体にサッカー選手なんか食べてもらいたいな僕は。これ日本の選手はみんな多分平気で食べると思うけど。じゃあこの匂いだけしてもらえば食べなくていいから。匂い変な匂いだよこれ。って。Smells good. Yeah, いい匂いですよ。いい匂い？一回食べてみる。嫌だ。No, I'm full with the omelette. じゃあ俺食べるよ。すごい。すごい。うん。嫌だと思うよ隣でくせえなーみたいなこいつみたいな。嫌いにならないでね。いいですね、ひとりちゃんぽん。じゃあもういいから俺がまた調子に乗っちゃった時は絶対これ怪しいもんこれ。はい、You wanna eat a little bit more? もう少し、もう少し食べてもらって。そうそうそう。私も明日試合があるから食べられないわ、納豆もこれ以上。いや、そうだけど、好物だったら別に試合になるでしょ。もう、もう。なんか少し怒ってないなんか。大丈夫？うん。うん。OK？ OK？ じゃあもう最後ですね。じゃあポトフを。ポトフ。Vegetables。ああそうだね、ベジタブル好きだったもんね。なんかこれに見せかけようとしてるようなくらい見てるけど、どうでしょう？これはなんか嬉しそうなんだよね、食べる前に。え、これなんていう名前なの？ポトフ。ポトフ。ポトフはこれ どちらのなのかしら、これ。ロシアとかそっち側ですかね。要するに西洋おでんみたいなもんですよね。これはママの味？ Yeah, my mum made me eat vegetables, so that's why I like them these days. So they're very good.そうですね、やっぱり母がよく料理してくれたんで今でも好きでよく食べてます。野菜大丈夫ですか？野菜大好き大好き、うん、あこれなんか、ね、余裕なんですよ。普通何が問題ないだろうみたいな。 It's OK. ママの味だもんね。 My mom was a very good cook, so I enjoyed it when I was living with her.
あの私の母もとっても料理が上手だったので一緒に住んでる頃は、よく料理を楽しんでました。ママはデイビッドがいろんな髪型に変えたりするのは何か言わないんですか？ Yeah, she says something every time, but I'm old now, so she can't say too much to me. はい、あの変えるたびにいろいろ言いますけど、もう私も大人なんで、あの別に言ってもあのそれほど気にしないというか。今度次今の髪型から次どんな髪型にするかもう決まってるんですか？No, not yet, because I've had so many that I don't know what to do next. So if you have any ideas, then I'd be happy. 逆も控えがないかな。こうってしてこっち残すっていう。ちょんまげとか。ちょんまげ。ああ多分間違いないね。間違いないですね。はい。なんかポトフも大丈夫ですね。はい。はい、もう今日分かりましたよ。もう絶対これですよ。大ちゃんラストです。はい。ひかるちゃん。はい。もずくそう。Yes。もずくそう。イエーイもずく。イエーイもずく。この反応統一しようと思って。動揺しないようにね。そうそう。いや、これはいつの味ですか？じゃあ。俺は割と、うん、最近2年ぐらい前に初めて食べて、もうで、あなんだ、見た目と違って美味しいじゃん。うん。非常に体にいいですからね。もずく酢は食べたことある ？No, never. No? Yeah, 全くないです。海藻です。Is it seaweed? 海藻の種類ですよね。The seaweed is different in the in England. イギリスの海藻はこんな感じじゃないです。お酢ってどうなのかしら。こうビネガーはあるでしょ。ああ、そっか。ビネガーです。Yeah, yeah, どう？美味しいですよ。これ、これあんまりなんか怒んない感じがするんだけど、お芝居かしら。お芝居じゃないよ。美味しい。お芝居。お芝居。お芝居。これなんか食べながらそのゴクってまず飲んでお食事して。ゴク？何よ？お酢。お酢を飲むんでしょこれ。食べるだけ？食べるだけですよ。お酢は飲まないでしょ。いや食べ終わった後飲む。飲む。酸っぱいのが大好きなの。あそう。もううちの料理しない割にはお酢だけなくなるっていう感じ。何でもかけちゃう。体にいいですからね。あ今のものすごい本当でしょ。そう。お酢もう酸っぱければ何でも OK って感じ。これなんかもうちょっとお酢があったらいいなっていう感じ。なちゃんはさ、話ちょっと全然違うんだけどさ。デイビッドはね、なんかね、ちょっとした時にね、こっちの眉毛だけね、ヒュッて上がるんですよ。左のね、ここの眉毛だけね、ヒュッて、なんでこうやって。こう。怪しいかどうか見てるときに左の眉毛だけ、ヒュッてこういう風になるんですよ。あんま酸っぱくないですよ、これ。うん。好きそうな感じですけどね。酸っぱいとさ、こう何でも OK じゃない？あのこう味でもちょっと納豆とは違って、こう食べ慣れて食べ慣れている。そうですか。違和感なしっていう感じ。仮面取ったよ。あ、え、そうです。免許を最近。I got a learner's permit. Oh, good. これでなんか一人ぼっちで子供できますね。うん。初めて1回だけドライブちゃんと、うん、あの公道で運転のレッスンやったの、うん、そしたら全く経験ないんですよ全く運転の、うん、で教習の先生がこう急にマンハッタンのど真ん中でこう、あ、向こうで撮ったの？そうそうニューヨークででじゃあ代わり運転してみろって言うからいやあなた分かってない私本当に経験ないんだって一生懸命言ったんだけどいや平気平気って言って車すごいブンブン飛んでる中マンハッタンでそういきなり変わって運転した人もこんなガコンガコン言いながらえ嘘みたいな感じでこう、うん、犬とか引き殺すかと思った3匹ぐらい今回何全米のデビューにあたって日本とちょっと変えてみようとかそういうのはかなりある
や、そんなない。だってやってることは結局変わらない、ほとんど一人のことだからあんま変わんないんだけど、うん、英語の歌詞を日本で発売するブックレットの方でこう翻訳しなき、翻訳がついてくるじゃない、うん、でそれを自分で訳するかどうか迷って結局自分じゃなんか大変だから他の人に依頼したんですよ、うん、出てきた、ちょっと違った、終わったの見たらなんかすごいエッチなのなんかもう、え、そんな、そんなみたいなそんなみたいな、あの帰り、あの飛行機の中今ならCD ちょっと日本ナンバーシンガーをちょっと聞きながら入っていってんですよ。 I'd like a CD if possible、 ぜひ聞きたいと思います。すごい上手いですよ。じゃあよろしいですか、ボズクス。Okay. Any more questions? No, no more questions. Okay. じゃあいよいよ行きますか。行きますか。不定例に。先手後手ともに不定例。ものすごい分析してますよ。デビって当たったらここでリフティングやってもらうからね。罰ゲームでここで。さて宇多田ヒカル披露。ここまでの放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、SS 製薬と、ご覧さて宇多田ヒカル披露。バセリー、バセリー、一人の盛り合わせ。なぜそう思われますか。やっぱり変だったと思うんですけど、どうでしょう。やっぱりね、川ですよ。なんか川が怪しかった。レバーもダメなんじゃないですか。皮レバー食べないでしょ。いきなり拒否したんですか、こう2回目に。だってすごくね、僕はレバーがこの中では好きだとか言いながら皮から食べたんですよ。確かにうまいけど芝居はね10年間やってるんですよこの番組。後手デイビッド・ベッカム披露。うわじゃないの。ブルーチーズ。ブルーチーズ。ブルーチーズ。Why do you think so? おかしい。いざマッキー。Because it was between the steak and the blue cheese. It was very unusual to eat the steak with the chopsticks, but I went for the blue cheese. あのハンバーグかブルーチーズかどちらかなと思って、でお箸でハンバーグを食べるのもおかしいなと思って迷ったんですけど、ブルーチーズにしました。やりましたよ。さあ互いの回答出揃いました。それではこの後実食に参ります。実食では両者同時に召し上がっていただきます。ほらほら、果たして相手の嫌いなもの当たっているでしょうか。どうぞお召し上がりください。同時に参りましょうか。焼き鳥そしてブルーチーズ。さあ両者一口いかがでしょうか。参りました。出るでしょうか。大好きです。おっと宇多田さん大好き。そして like 大好き、うん、大好き、大好き、両者外しましたので、like、もう一度考えてください。分かんないよ。これ勝たないとシャレにならないですよね。なんとかしてここでリフティングさせたいですもんね。それでは改めて順に披露です。先手宇多田ヒカル披露。バセン。何よ。入る。これはどうしてでしょうか。なかなか魚介類を食べてくれなかったからですね。魚介類をあまり召し上がろうとしなかったということですね。ピクってしてないです。やられたって顔しますよ。もうさあ続いては後手デイビッド・ベッカム披露。何言ってた。ああなるほど。ハンバーグステーキ。 Why do you think so?As I said before, it's not normal to eat the hamburger with chopsticks, so that was a bit different for me. どうぞお召し上がりください。何何ちょっとブルーが入ってるんだけど。って顔してるんですか。さあ両者一口いかがでしょうか。今度はどうでしょうか。
参りました。おっと参りました。歌ってんの参りました。あ、言って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 。大好き、大好き、大好き。ベッカムさん見事勝利です。ハンバーグステーキでした。嫌い、いやだ。どこが嫌いなんでしょう。ソースがダメ。ソースデミグラ、うん、子供の時に一回も食べなかったの。あ、なんかすごい好きそうだけどね。なんかこう肉がさ、こうバラバラになってまたくっつけられてるのがなんでなんだよみたいな。バラすなよって、ほっとしてあげなよみたいな。子供が好きなものダメなんですよ。もう子供用のカレーとかも吐いちゃう。さあ、ベッカムさん、残り2つのうちどれだったと思われますか。 The vegetables? Yes。 なーに、悔しい。そうだったんだ、怪しいな。ママの味って言ったじゃんだって。 I did But I was lying。 あれは嘘です。ゲームよ。もうちょっとね、裏へ行かなきゃ。ドカールよこれ、一発よ。ドカールよこれ。なぜ嫌いなんですか。 I like most of the vegetables but I just don't like the parsnips. It's my, it's the only thing I don't like。 あの野菜は好きなんですけど、ここに入ってるの一つだけパースニップという、あの日本で言ったら白人参が入ってるんですけど、これが嫌いなんですね。これやけに、あ、さっき何も食べてない。何も残った。あららら、何も食べてないじゃん。他は食べて、ほら本当の姿はこうよ。わかんねえ。ヒントはここに隠されてた。なんだこれ。なんかね、食べてみた。じゃがいもとね、これじゃがいもと大根の間みたいな感じ。なんだろうこれ。ベッカム選手嫌いなやつこれだって。これ。Yes。これなんで嫌いなの。I've never liked it. My mum used to give me them and I never used to eat them。いつもあの親に食べなさいって言われてたんですけど、とにかく食べたことがなかったんです。だからこれ残ってんだ。うまいの。うん。最初からなんかベジタブルっていうたんびになんかニコニコしてたけど、野菜がまずね平気だと思っちゃうもんね。スポーツ選手だからってことは考えすぎたね。普通の子供の嫌いなものじゃん。だって、ママに食べろ食べろって言われて嫌だったって言うんだから。でもなんだろうこの不思議な爽快感は。なんか全然苦しくない。まあベッカムにやられたならしょうがないかなって。 I'm sorry。 色紙は2枚ずつ書いていただきました。これをテレビを両方とも大お宝になっちゃいますよこれ、はい、テレビをご覧の方にこれはプレゼントをさせていただきます。お申し込みはご覧の携帯サイトの方でお申し込みください。すごいですよこれ。スマホ入ってます。本当に今日は大変、エキサイティングなすごいスペシャルの大会になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。